金とか払いませんよ。やっ、あ、危ない。あ、あれ気持ちいい。せんと霊を削減することをお約束します。削減、はい、見割り引きで請け負いますから。あ、霊源先生、時給が安すぎるか、それとも俺の正体に気づいたか、うん、心を覗きたい相手がいるのか。え、女か。おやおや、モブ君、わかりやすいね。俺がちゃんと除霊すれば花子さんの顔もきっと元通りになるはずだ。別に顔で悩んでねえよ。部長連れてきました。部活にも委員会にも入っておらず、彼女も友達もいなさそうなやつ。小中最後の帰宅部で暇人、2年1組影山茂雄君。まあ大体やってます。部長、ものすごい霊気を感じる。こいつは久々の大物だ。先生こっちです。必死だ。モブは牛乳が好きだった。この変態野郎が。やっぱり無理があった。でもすぐ見破られてよかったな。こんな格好で潜入なんて嫌だし。危なかったね君。さあ早く変態から離れて。え、なんで、失礼なのはこいつだろ。あのおっさんに対して。まあまあ花子さん、こういう人もいるということで、さあ行きましょうか。こいつ、そうそう、更衣室でブラジャーが浮遊してたんだって。ブラジャー、バカな。事態によっては私でも手に負えない可能性がある。危険すぎ。ゴキブリ、ごめん。え、君に頼んで本当に大丈夫？不安だわ、頼りな。何？どうしたの？大丈夫です。二人とも情けないな。私の笑顔力で少年をビッグスマイルの渦に落とし入れて。うおぉ、僕入部します。よろしくお願いします。肉体改造部の皆さん。え、俺ら、は、うん、よろしくな。はい。お前の空気の読めなさは破壊的だからな。任せろ、ソルトブラッシュ。食塩を激しく撒き散らす霊源の必殺技である。つかめず地域一帯で厳重な警戒。もし一般人だったら危なかったのかな。まあどうせあれで全滅だろう。今回もだって目の前に誰かいる。何者だ、悪意か。てめえの成仏者だ。森地をパンチ。食塩をまぶした拳でぶん殴る霊源の必殺技である。ねえ、全然大したことねえぞ。